こんにちは。こんにちは。三枝心の兄です。純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、はい、今日は、うん、また代役で私これ出てるんですけど、うん、三枝さんができないことをやることになりまして、うんうんうん、それは何か。はい、何でしょう。スピードゴルフ。お、知ってます。見たことないです。聞いたことあります。何だと思ってます。走りながらゴルフする。正解。普通に分かっちゃった。で、はい、もう皆さんに説明する前に、うん、動画あるので、うんうん、スピードゴルフやってる人たちから動画をもらってきたので、うん、それを一回見てみましょう、はい、あれですよね、結構海外でそう流行ってるみたいな感じ。そうで、日本でも3年前からやってきたんです。山本潤さん、この方お上手なんですよ。ドロップでしたっけ。いやいや、アナウンサーの方で異様にうまい。そうですよね、走ってるでしょ。わ、すごい。ランニングの速さとスコアを競う。はいはいはい。で、はい、出てきました。18ホールを走る。少ない打数で。で、走って。ほら、移動の合間も走ってんの。あ、移動の合間結構きついかもしれないですね。走ってんの。で、スコア、ここでやっと分かるんですけれども、うん、自分の1打が1分だというふうに考えてください。例えば、そう、120分かかって60打だったら180点みたいな、うん、接戦でこう勝ち上がりたいと、ね、1打1本という仲間なので、その点数に考えると分かりやすい、はいはい、まあ、1本間違えればすぐそばに後ろに迫ってきてくるなと。でも競技としてやっぱり成り立つと思うんですよね。これはもうかけてる腰に、パターももう持ちながらやっていいんだ。そう成長もしないですから。ただグリーン走っちゃダメだと思うんですけど、行くのはもうすごいいいこと。大会4連覇、誰も勝てない。もともとゴルフが好きなのはもちろんなんですけど、走るのもすごい大好きで、てか他の競技やってますよねみたいな見方、自分でやったスポーツはないんじゃないかと思って、うん、もう走り込んでますみたいな感じですよね。北山俊さん、大会2連覇リストみたいに出てた。おい、山本さんってトライアスロンもしてますもん。いやいやいや、なんか楽しそうだからっていうのを聞いて、なんかちょっと嬉しくなりました。本当に私が自分からこう人に言うことなんだけど、綺麗で、アナウンサーでしかもそうじゃないところから声が聞こえてくる。走るの速いみたいな感じ。そう。ちょっとなんか盛り上がって、パーフェクト超人。私も肌で感じる。すごい、頭もいいしてますね。っていうのがスピードゴルフで、もう分かったと思うんですけど、はい、1ホール目から18ホール目までゴルフします、うん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 、で、打数とそこにかかった時間、1分1点、打数も1点、はい、1打1点と考えて、うんうんうん、その点数で競うっていうのがスピードゴルフなんですけれども、うんうんうん、それが日本じゃできないだろうっていうふうに思うじゃないですか、はい、できるゴルフ場があったんでやってみようじゃないですか、うん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 、どこなんですか。それがありがとうございます、はい、ランウェイゴルフクラブって言ったことあります。ランウェイゴルフクラブないです。なんかね、18ホールスルーで行くっていうのが売りのゴルフ場らしくて、はい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 、そこの、うん、火水木の3日間だけ一番最初の組やったらみたいなこうのがもうあって、プランが。そうなんですね。やっていいよみたいな。やっていいよって。でそこに電話して、はい、撮影ですけどいいですかって言ったら、はい、いいですよって言ってくれたんで、うんうん、やってみよう。でなぜこの2人なのかというと、三枝さんが私走るのちょっとそうですね、ちょっと私走るのだけはちょっと撮影なら行くし応援もするよ。そんなに走りたくないのかなってくらい走りたくないって言ってますね。なんなんだ、走る姿がなんか得意じゃないらしい、うんうんうん、ワンウェイの人に聞いてみたら、うん、3時間で回れりゃ早いっすよ、うん、80台180分でも早いっすよと慰めのように言ってくれたんですけど、僕走ってないですけどいいですか。多分2時間切ればすごいんじゃない、うん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 、早いってことですよね。でも2時間って待ったことあります？ハーフマラソンは出たことが、ちょっと待ってですね、あるやるじゃん。ゴルフ場ってだいたい7キロって言われてますよね、直線7キロ。あ、7000ヤードだとしたら、1ホール目から18ホール目までのティーショットからカップインまでなんですよ、はい、でそのつなぎも全部走るんですよ。そうですよね。考えると8キロ、7キロ8キロあるんだろうな、うん、であっちゃこっちゃ行くから、はい、まあ、8キロ10キロあると思うじゃないですか、うん、ハーフマラソン走ったって言いましたよね。ハーフ2時間です。え、いつ走ったんですか。え、ハーフ2時間で走れたんですか。2時間で走れたんです。やばいじゃん。いけるじゃないですか。10キロだと一番速くて50分ちょっと切れるぐらい。マジで。で走れる。最近は走ってないです。だからちょっと走っとかないとまずいかな。え、なんでそんなことやってたんですか。
ゴルフする前に暇で、ゴルフする前ですよ。ゴルフする前、暇で走ってました。やることなくて。気持ちが高ぶっててエネルギー発散みたいな感じ。あ、そうそう、暇だから。なんかもうどうしようみたいな、ジム行こうかなみたいな、あるじゃないですか。うんうん、そんな感覚で、走ろうかな。ハーフマラソン。あ、そうです、そうです。フルマラソンやったことあるんですか？やったことあります。でもフルマラソンは4時間、5時間切れたらいいって言いますか？4時間、うん、全部走れたらすごいっすよ。4時間45分かな、うん、でも死にそうでした。いや死にますよ、ね。今回、長くて10キロ。そうですよね。うん、だからそれは、完走できそうってこと？全、走れそうってことですか？走れそう。10キロですよね。しかも止まりながらですもんね。はい、そう考えたら、じゃあ全然2時間は切れそうじゃないですか。切れそう。もうすごいミスしなかったりとか。ミスじゃあ目標タイム僕2時間だったんですけど、いやもっと1時間でいけんじゃねみたいな。1時間はきつい。目標1時間半。時間半。はい。1個目。はい。使用できるクラブは最大7本まで。クラブ何にします？7本。うん。多いのは5本って言ってますね。あ、5本。重いパターでしょ。パター。ドライバーでしょ。ドライバー。まあ、ウェッジが1本。ウェッジ1本。ウェッジ1本。うん。UTD とか入れちゃいます？ UTD 入れたいですよね。入れたい。UTD 入れちゃった。入れる。もう4本いきましたけど。あと、9番ぐらい。9番。ドライバー、UTD、9番、ウェッジ、パター。あ、いいじゃないですか。ドライバー、7番か8番、うん、ウェッジ、パターか、もうそれすらいらない。もう8番とかでバンカー出せるしとか思って。うんうん、横に出せばよくないとか。なるほど。とりあえず3本か4本みたいな。ドライバーでもやっぱ必要なのかな。そう、ドライバーで結構バーンっていってそこ行くんだったら思うじゃないですか。5番ウッドとかで、もう何番ウッドで行ってもどうせ曲がるから諦める。そうそう。でもショートとかが難しそう。あ、そうか、ショートコースか。でもユーティリティだったらまあコントロールできる気がするんで。すげえ、滑稽。130から160までの間は1本です。で、クラブの持ち運びは、うん、車輪電動のその声を叩く器具や道具は使用禁止って書いてあって、うん、多分それはなんかセグウェイみたいなものとか、うんうんうん、なんか楽になるものは禁止っていうで、お話聞いてたらキャディバッグじゃなくてあのスタンドバッグ、はいはい、それでもいいですし、うん、聞いたんですけど教会の人にね、はい、丸くて、はい、くぼんでて、はい、クラブを挟み込んでやる、こうペペペペペ、そう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 、それでもいいですかって言ったらいいですよ、でもボールとかどうするんですかって言われて、うん、あ、確かにみたいな。上位者はさっき見たと思うんですけど、うん、パターしながらかける用のフックをつけてるっていうふうに聞いてるんで、うん、そういいんじゃないと。メタルスパイクは禁止、はい、普通のゴルフシューズ、ランニングシューズは可能、うん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 、もう普通ゴルフシューズで行こうかなと思ってます、うんうんうん、GPS 機能を搭載した距離計測器の使用は可能、ただし風速や高低差が分かる情報はダメだと、うんうんうん、でよく使うのはあのガーミンの GPS 系使ってる人がもうすぐ見れるからいますよと。まあこれだとね時間かかってますもんね。ここから先ルールです、はい、分かりやすいところだけ話をすると、競技中ピンフラッグを抜くことを禁止とする。ピンフラッグ抜かなくて入れてください、うんうんうん、でピンに当たっても大丈夫ですというルールだそうです、うんうん、アウトオブ OB 噴出球は1打ボスのもとプレーすると、うん、フェアウェイにできたディボットグリーンにできたボールマークを各自修復するやべえな。なるほど、ね、大会の場合はスタッフがやってくれてるんだ。練習の時はちゃんとやってくださいね、うん、まあいいや、そこはじゃあ協力しながらやりましょう。 でこれ超重要、これマジで大事で、動画見せて分かったんですけど、はい、バンカーは各時点なんです。これは絶対やんなくちゃいけないんで、バンカー入れると時間ロスはでかい。なるほど、まあ、ゴルフなんでね、はい、あとグリーン上走らない、はい、クラブ置かないグリーン上に。なんでパターだけ持ってクラブパシッて置いて、うんうん、ピシピシピシッパンってやるっていう。はいはい。でもさっき担いだままパターしました。それもこうしてる。ここですよね。そう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 、担いだままやるんだったらいいよって。置いちゃいけないんですね。そう、手持ちのボールがなくなった時点で失格となります。そうです。そりゃそうだ、やばい。そりゃそうだ。何個必要なの、うん、その他アドバイスっていうのをもらって、これ教会の人から教えてもらったことです、うん、バックは打つ進行方向に置いといた方がいいと。もう打って走るから、あ、こう走ってきて後ろに置くと打った後戻っていっちゃうから、うんうん、前にも置いといて打つっていうのがいいんじゃないですかっていう、はいはいはい、テクニックですね。
で服装は原則ゴルフ場のドレスコードにやってくださいということで、あと飲み物も自分で持った方がいいんじゃないですかと、でこれなんですけど、はい、2月です今、はい、2月の、末にやろうと思ってます、はい、で教会の人も来てくれると、あの一応見届けてくれるっていうんでやろうと思うんですけど、はい、何を準備しようかってこの話を聞いた時に、どう見てますかこの話。僕も半袖短パンで行くつもりっすよ。さすがに半袖はさすがに半袖あれなんで、はい、今ちょっと山本さんの動画も一回見せるんですけど、こんな感じでやってるよっていう。で軽い服装はいりますよね、半袖。そうですね、じゃなくてもいいですけど。失敗してしまう、いいよ。キーはもう使い捨てですからね今。あ、そうだ、惜しい。てかここまでパーパーパーバーディー半端な。ちょっと山本さんの車はドライバー持ってる。ドライバードライバーパター6本くらい持ってるよ。そうだね、 UKP が売っとかないから、うん、いやーハーフ40は半端ない。結構走ってますよ。走ってる。だ持ち物はクラブ、ケース、ボール、ティー、うん、あと身につけるもんです。これ帽子とか靴をどうするかくらいかなと。そう、靴はちょっとスニーカー、スニーカーでもいいんですよ別に。そのランニングっていうかスパイクレスのやつにした方が、うん、スパイクレスいいかもしれない。軽い、めっちゃいいですね。靴ちょっと前は歩いて、うん、息を整えて。じゃあ滑してる、滑してる。滑りしてますね、うん。うまいからよ。うまい。球。うん。これミスしてたら本当に嫌になりますよこれ。でちゃんとこれこれ霊気。これっすよ。あ、バンカー本当に入れたくないから。全然いい。ナイスカット。全然いい。しかしそれでも山本潤は日本記録。すごい。すごい、すごいですねっていう感じです。これでもなんか山本潤さんみたいには絶対に行かないですよ。同じ潤という名前としてだってもう70代で回る感じでこれじゃないですか、うん、もっとハーハー言っちゃうな。今の作戦ね、うん、一打打つ、走る、打つ、歩く、うん、打つ、走るにしようと思ってそしたら、なるほど、うん、今東京走ってて、うんうん、信号ごとに走る、歩く、走る、歩くってやったら5キロくらい走れた。うーん、カバン持って、うんうんうん、走れた。はい、荷物もあるですよ。そうだけど走れるって言われた時点で、あ、1時間半でやらなきゃってなったから、うん、頑張ります。だから10キロ走る練習をしておけば10キロ、まあ最低5キロでもいけます。5キロ走る練習をしとけば多分10キロは走れると思う、その時になれば。足引っ張らないようにちょっとトレーニング弱気します視聴者の皆さんもちょっとあのアドバイス等をいただければ、うん、コメント欄に。スピードゴルフやる上でどんな準備をしたらいいのか、うん、一緒にこの動画見てきたと思うんで、うん、そうです、ここ気をつけた方がいいよとかだったら教えてください。はい、よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録こちらですね、とおすすめ動画見たい方いらっしゃいましたら押してください。